邪魔干賞系邪魔干賞系は、マッハ・ツェンダー干渉系の原型、もしくはそのバリエーションといえる干渉系である。1856年にジュール・ジャマンにより発明された。構造は2面のできるだけ厚いガラスのついた鏡と、平行なガラス板からなる簡単なもので、光源からの光は、第1の平行平面板で2つに分けられ、第2の平行平面板で再び1つとなる。 二つの経路間の高路差による干渉を屈折率の精密測定に用いる。どちらかの高路に屈折率が未知の機体を置いて、機体の屈折率が機体の圧力に比例することを利用して、圧力の変化量と干渉島の変化との関係を測定することにより、機体の屈折率を測定することができる。ジュールズ・セリスチン・ジャーミンのやイ,インターフェレンシャル・リフラクター。 アナリンデアフィシックウントセイミ174345349ドイ10.1002アンドプ185億6174万619ジュールズセリスチンジャミンディスクリプション D ウンヌベルアパレイユデリシェルシェズホンドシュールレインターフェアレンスコントレンダスヒブドミデアーズデエッセイオンシズデールアカデミーデサイエンシズ42 482http g-a-l-l-i-c-a b-n-f f-r 12148 bpt 6キロ2999トンイメージ f486 ありがとうございます